はい、それでは12月12日の3問に入る前に、アドバイスをさせていただきます。計画は立てて実行できていますでしょうか。この忙しい時期だからこそ計画がすごく重要になってきます。忙しい中でも勉強を行うために計画があるので、まだ計画を立てていない場合は、ぜひ計画を立てましょう。で、計画の立て方については別途動画ございますので、そちらご確認ください。この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。またこの右上にですね、お知らせボタンも入れておきますので、こちらお知らせボタン出ている方はそちらからご確認ください。では3問に入ります。 A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。 C が B に対して譲渡通知をした場合、C は B に対して自分が債権者であることを主張できる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から URL ご確認ください。答えはこれ×ですね。自分 C が債権者であることを債務者 B に主張するには、債務者 B の承諾もしくは譲り渡しに A から債務者 B への通知が必要なんですね。本文のように譲り受け人 C が債務者 B に通知をしても意味がないんですよ。なので今回は誤りなんですね。今回譲り受け人 C が B に通知しますよね。 C が B に通知をしたので、これ意味がないんですね。なので今回は誤りだということになります。で、実はこれには理由があるんですね。なんで C が B に通知をしても意味がないのかというところです。で、この点については少し長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。で、理由付けっていうのは合格するためのもう必須の勉強法なんですね。なので、ここでお伝えしようとしているこの理由ですね、これがすごく重要になってくるんですよ。こういったところをちゃんと頭に入れているかいないかで、本試験で引っ掛け問題に、引っかかる人と引っかからない人が出てきたりするわけなんですよね。だから応用問題でもちゃんと解けるようにするには、こういった理由付けっていうのはすごく重要になってきますので、こういった部分がわからない方は自分自身で調べて理解をするってことをぜひ行ってください。で、まあ、この動画で、まあ、たまにですね、理由付けについてお伝えはしてるんですけども、やはりここでお伝えをするだけでは少ないんですよ。多くの問題でやはり理由付けって必要になってくるので、そういった部分はもうぜひですね、自分自身で調べてください。それやらないといつまで経っても点数伸びませんので。で、民法で言えば弁護士さんのサイトだったりとか、まあ、行政書士さんのサイトだったりとか、あと法律事務所のサイトとかですね、まあ、そういったところで、調べるっていうのがいいと思います。もしくは民法の、解説書みたいなのがありますので、まあ、そういったもので調べるっていう形ですね。あの宅建の教材ではですね、正直理解学習に必要な部分まで書いてありませんので、まあ、これ予備校の教材でも一緒ですよ。なので、今言ったようなところでちゃんと調べてですね、勉強してください。もしあなた自身がそれをやっていないというのであれば、おそらくですね、もうそれ理解できていない証拠なので、ぜひそういったものを使いながら勉強していただければと思います。もちろん時間かかりますけども、それやらないと、全然点数上がりませんので、注意しましょう。で、自分自身でできないという方はぜひですね、個別指導ご検討ください。全く法律知識ゼロの方でも、毎年一発で合格していただいておりますので、理解学習自信ないなという方はぜひですね、個別指導で一緒に勉強できればと思います。まあ、個別指導はこの動画の下の、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問2ですね。宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について、A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した。B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、A は案内所の届け出をしなくてもよい、丸か×かという問題です。A は案内所の届け出は不要ですね。A っていうのは案内所を設置してないですよね。この問題文見ると。案内所を設置しているのは B ですよね。なので A は案内所の届け出は不要なので丸だということですね。案内所の届け出が必要なのは案内所を設置する宅建業者です。つまり本文では B のみ案内所の届け出が必要です。案内所を設置していない売り主 A は届け出が不要です。意外と間違いやすい部分なので注意しましょう。では問3、農地法です。山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である場合は、法の、適用を受ける農地には当たらない、丸か×かという問題ですね。この法って農地法ですね。農地法の適用を受ける農地には当たらない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。農地法の適用を受ける農地に当たります。農地法における農地っていうのは地目には関係ないんですね。現況で判断します。現況って現在の状況ってことですね。現在の状況。現在の状況は水田ですよね。田んぼです。
なので、これは農地に当たります。よって誤りになります。で、毎回お伝えしてるんですけども、この動画だけでは理解学習できませんので、理解学習をするっていうのであれば、まあ、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトだったりとか、あと民法の解説書とか、そういったもので調べながら、ぜひ勉強を進めていきましょう。宅建の教材では理解学習まではできませんので、その点は注意していただければと思います。で、自分自身で、理解学習するの難しい、調べる時間もない、調べ方がわからない、どこを理解したらいいかわからないっていう方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。あなたと一緒に勉強できることをお待ちしております。レトスの小野でした。